の子たちに会いに行こう。敬意を発車します。あの連弾、助けなきゃ。さあ行くよ。頼んだよ。了解です。どうだい。痛かったかい。こっちへおいで。さあ
してんのか。まずいな。ありがとうございます。たくさん巨人と会えたのはいいけど、面白そうな子はいないな。さすがです。急行する。こっちへおいで。次だ。今は兵士として最善を尽くすだけだ。
可愛い子だったな。その調子でやってくれ。もっと力をつければ。それは兵士としての責任だ。
これで決着がついたよ。次はどんな巨人に会えるかな。神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです。我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール卿はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか、この不届き者め。貴様らはあの壁を、人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こう、アルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂心的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。